長久保博は、日本の元フィギュアスケート選手、フィギュアスケートコーチ。1972年札幌オリンピック代表、山梨県出身。山梨大学附属中学校、山梨県立甲府第一高等学校、日本大学卒業。1966年、全日本フィギュアスケートジュニア選手権男子シングルで優勝。 1967年から1971年まで長沢こと枝と共に全日本フィギュアスケート選手権ペア5連覇。1972年札幌オリンピックでペア16位に入った。競技を引退してからは千葉新松戸で指導者となる。1988年から仙台市の泉 DLL アカデミーのコーチとなる。この頃仙台には及川文博氏がいた。 その後、長久保に支持すべく、各地から有望選手が集まり、1998年、長野オリンピックには、本田武氏、田村学と荒川静香、荒井万里江と4人の教え子が出場した。2006年4月、仙台のリンクが閉鎖するのに伴い、名古屋市にあるスケートリンクの専属コーチとなる。仙台で長久保に支持していた有望選手数人も、 長久保と共に名古屋市に移住した。2009年2月、胃がんの手術を受け、手術は成功し、回復に向かう。現在、本郷理科、日野達希らをコーチしており、日本フィギュアスケーティングインストラクター協会、副理事長も務める。長久保の教え子であり、ISU テクニカルコントローラーを務める天野誠は、長久保について、 世界を見渡しても、長久保先生ほど教えるのが上手な人はいないと評価している。ありがとうございます。